か。今日は本当にありがとうございます。すごい楽しいっす。すごい楽しいっす。武井武。ありがとう。それでは感じで僕もまた来てもいいでしょうかね。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。もう社交辞令だと思ってもありがとうございます。無理やりでも来ますんでねもう次は多分ここじゃなくて上で歌ってるかもしれませんね。外で会場化してくんないから、畜生勝手に歌ってやるという感じで、まだまだ全然下っ端ではございますが、俺の、最後の奇跡の魂を聞いてってくれればと思います。いつもより元気はないで、僕の気持ちが同じように、曇り空の中に消えてく声、間違いないやつだって言われてた。すれ違いばっかで喧嘩もした。僕の気持ちと同じ夢はたった一つだけの信じること、ただ広い空の下で夢のかけら繋ぎ合わせて、君は君で僕は僕で手を伸ばして探し続けて、誰がために君のためにあり続けろ、この奇跡、誰がために僕らのためにあり続けろ、どんな奇跡。時とともに夜をさまよい歩いてきた、季節が過ぎ時が変わり、諦めることより信じる心を、指の隙間からこぼれ落ちる大切なものはただ一つだけでいい、ここに残ってた夢のかけらを胸に抱いて歩いてゆける、ただ広い空の下で夢のかけら繋ぎ合わせて、君は君で僕は僕で手を伸ばして探し続けて、誰のために君のためにあり続けろ、この奇跡、誰のために僕らのために歩き続けろ。
いることどれだけ強く強く感じられる。僕はそうだなそう思えるように海のように広がったあの青が小さな手のひらに次は常連さん。